ジャンボの愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズの提供でお送りします。おはようございます。この番組の新しい MC として今日からご一緒させていただきます、ナナと申します。ナナちゃんが5代目になられて、そしてますます地球のこの大きな舞台の中で、今回は本当に沖縄発の魅力たっぷりのコースをご案内します。もう船会社の名前がナナちゃんセレブリティ、素敵ですね。それセレブリティのソルティフィクス号という12万2000トンの大きな船、さあ出発日は11月26日1本の限定企画なんですが、沖縄から台北を経由してまずオーストラリアの玄関口シドニーに行っていただきます。シドニーに着きましたらシドニーの観光をたっぷりご案内した後、いよいよ船にチェックインします。翌日は世界遺産のブルーマウンテン、まあすごい素晴らしいトロッコ列車に乗っていただいて、迫力満点ブルーマウンテンを楽しんでいただいた後、いよいよシドニーから18時出港していきます。その翌日はかつての首都でありますガーデンシティメルボルンの方に入ってきます。19世紀にゴールドラッシュに建てられた旧オークラ省や、さあオーストラリア最大のゴシック建築の素晴らしい聖パトリック大聖堂を堪能していただいてメルボルンを後にします。さあ8日目なんですが、旅の最大のハイライトであります、今回はこの大型船でフィヨルドクルーズ3つ3台行きます、はい、まずはやっぱり世界遺産のミルフォードサウンドクルーズ、そしてダクトウルサウンドクルーズ、そしてダスキーサウンドクルーズ、もうこの日は終日クルーズで3台フィヨルドを満喫していただきます。さあ翌日でございます、ダニーデンに入港しまして、ダニーデン駅舎セントポール、まあ、英国王朝の建物を数々楽しんでいただきます、はい、翌日10日はアカロアの方に入港しましてクライストチャーチを堪能していただきます。さあいよいよ11日の日は地球の中の首都としては一番最南端に位置するこのウェリントンを満喫していただきます。翌日クルーズを楽しんでいただきまして、はい、今度は、北島の方でもタウランガーの方に入ってきまして、ニュージーランドから世界に送られるキウイの 80% がここで作られてます。別名がよく問えた肥沃の大地タウランガーと言われてます、はい、ここを楽しんでいただきます。いよいよ14日ニュージーランド北島でありニュージーランド最大の島オークランドに入港します、はい、クイーンストリート、はい、そしてスカイタワーハーバーブリッジ、オークランドの魅力をたっぷり楽しんでいただきまして、翌日15日の午前中に那覇に帰ってくるプランなんですが、さあ説明会もありますので、ぜひこの洋上で15日間たっぷり楽しんできてください。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。来週7月12日2時30分から説明会があります。皆さんどうぞジャンボツアーズにお越しください。この船の魅力をたっぷり画像で余すことなく美食の数々、まあよだれが出るかもよ。